手を前について左の膝をついて逆サイドの鳩のポーズ。右の足を後ろへ引いて、左の膝はどこかちょうどいい場所を探していきます。吐いて手を前に歩かせて、手を枕にしてお休みしていきます。今度は左のお尻の奥を伸ばしていきましょう。膝や手のポジション、自分で心地いい場所を探しながら、腰が浮いてしまうようだったらお尻の下にブランケットを引いても構いません。今その感覚を味わいながら、あなたらしいそのポーズでゆっくりと起きて、左のお尻をマットに下ろしたら、右の足を様子を見ながら前へ持ってきて、足裏を左のももの外側に、つま先は伸ばすか曲げるかして、両方のお尻がしっかりとつく場所を探していきましょう。左の手で右の膝を胸に近づけて、長い背骨を作って、吐きながら胸の中心を少し右側にツイストさせていきます。背骨が螺旋状にねじられていく感覚、その背骨に呼吸を送りながら、息を吸うたびに背骨を引き上げ、吐くたびに下腹を引き入れてねじりを深めていきます。ねじりのポーズはデトックス効果のとても高いポーズです。ゆっくりとリリースをして、右の膝を左の膝の上に重ねていきます。膝の形に無理があったら少しポジションを戻してあげましょう。つま先は伸ばすか曲げるか。左の肘を今度は頭の後ろで中心に寄せるようにして、右の手を親指下にして、手をつなぐかつなぐふりをします。形にこだわって体に無理をさせないように、今できるベストな形で十分です。腕バストに呼吸を送っていきます。心地よさを味わっていきます。ゆっくりとリリースして、足もリリースして、今度はマットを横に使って開脚のポーズ。つま先はしっかりとフレックスにして、足にもエネルギーを送ってあげます。ももの裏でマットを下に押すようにして、息を吸って背骨をまっすぐに、吐きながら右側へツイストして、左手を前に滑らせるようにして広背筋をストレッチしていきます。肩こりを取っていきましょう。息を吸って右の手を斜め上に上げて、ゆっくり左側に倒していきます。柔らかい人は下の手を前から足をタッチするように、でも形にはこだわらないようにしましょう。今の自分にとって最も深くポーズに入ったらそれで十分です。右のお尻が浮かないように、右の腰はしっかりと根付かせておきましょう。ゆっくりとリリースして、逆サイド、息を吸ってまっすぐにいられるところで吐いて左へツイスト。今度は右の手を左のももの外側に置きましょう。息を吸って吐きながら手を前に滑らせて、背中をリリースしていきます。ゆっくりと起き上がって、左の手を天井から右足の方へ倒していきます。形にこだわらないように、滞りのないポーズが取れたらそれで十分です。